竹オーケストラの鮭の話。ラジオを聴いてる皆さん、こんにちは。こんにちは。鮭オーケストラ鮭の話、アシスタントのドイツ人と、司会進行の日本人です。ちょっとやだな。ちょっとさ、あのさ、よし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 、いや、じゃないのよ、じゃないのよ、最悪じゃん、最悪じゃん。入り口からお前が最悪だよ、まず。あ、ダメでした。よしよしじゃねえね、ポイントになってねえわ。お互いなってないからね、こんなもん。やっつけたぞと思ってさ。いや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 。じゃあお前に逆に問うわ。俺がドイツ人っつったらお前なんて言うんだよ。日本人。ほら、ポイントになってねえじゃん。全然なってねえわ。何それ。いや、すいません。いや、すいませんじゃないよ。もしももうです。はい、シャケオーケストラです。よろしくお願いします。お願いします。はい。まあ、あれですね。頑張ろう。はい。頑張っていきましょう。うん、調子はいいみたいですね。本当にね、シャケオーケストラは。ここ最近。調子いいみたいですね。ここ最近のシャケオーケストラ、調子いいみたいでね。うんうん。いいみたい、いいみたい。なんか、やれ、犬を連れる動画だとかさ。はいはいはい、あとラジオもそうだしさ、うんうん、結構いろんな人が T シャツもね、ミキ、あ、そう、 T シャツも、 T シャツなんてもう2日でほぼ完売よ、うん、ああ、素晴らしいじゃないですか。そう、だからまた発注しなきゃいけないんだけど、はいはいはい、あれ、難しいよな、ああいうのってさ、難しいね、このだとしたらね、最初からね、そうよ、だし、こんなもんあるあるなんだけど、この、うん、結構今回 XL がすごい人気なんだよね。なんでかわかんないけど。へぇー、うん、そう、サイズの問題ね。一応、うん、M が、まあ、一番作って、その次に L かな。うん。まあ、そうなるよね。結局、うん、最終的にだから一番少なくなるのは S とかなんだけど、はいはいはい、実は M より L の方が多く作るパターンもあるのよ。あ、これわかる？なんでか。それはあれでしょ、男性が多いのか女性が多いのかみたいな。いやいや、まあそれもそうなんだけど、うんうん、女性がいたとしても L とか M、M よりも L を多く作るようにしてるね。あ、そうなんだ。これは、なんで、うん、シンプルで、ちっちゃい人でも L は着ようと思えば着れるから。はいはいはい。そうなのよ。ああ、そういうことね。うん、だから、結構、背高い人とかさ、ムチムチの人は M 嫌がったりするから、M しかないって言われてね、うん。そうだね。まあ無理だもんね。女の子なんで XL のオーバーサイズ着てたら可愛かったりするから。うん、はいはいはい、はい。そう、だから XL とかね、多めにしようかなって。そうか、まあそれは、そうだね。って言って、あるあるだけど、うん、多めに作ったらそれが急に売れなくなるんだよな。うんうん、S ないのってすげえ言われ始める。はいはいはい。ふざけんなよ。そうかそうか。それと、見た？俺の新発売。新発売見ましたよ。ポスターでしょ、貼った。違う違う違う。それは発売じゃねえから。発売じゃない。あ、見てないです、ね。見てない、うん。これがいいんですよ、この。何を？新商品。あ、新商品見てない。ポスターどうだった？見てない。ポスター良かったよ。あれすごくない？もうパクろうと思ったもん。お前はさ、パクろうと思ったもんが、もう意外じゃないのよ、こっち。サハンジだから。これだと思って。そう。だから今回、ポイントはね、うん。何のポスターか分かんなくしようっていうのが一個あったんね。ああ、はいはいはい。まあ、あれは単独のポスターなんですけど、うんうんうん、結局さ、最近、やっぱ思ったんだけど、うん、昔ならまだしも、うん、ポスターの情報って限りあるじゃん、うん、どっちにしても。うんうん、はいはいはい。で、普通だったら、うん、何月何日、場所どこで、ね。そうだね。で、うん、こういうことをしますとかね、写真、はいはい、顔写真つけてみたりね。うんうん、はいはい。それあるだろうけど、うん、結局、見ないよね。
まあそうだね、今そのほら SNS もあるからね、見ないし、そっちで情報取るから、もっと言うと見たとって覚えないじゃん。まあそうだね。でだからこれ大事なのは、まあこれラジオ誰も聞いてないから言うけど、うん、まだ言うんかね。いやこれかたくなに言い続けようぜ俺ら、誰も聞いてないって。そうだね。だから毎週100回ぐらい再生回数されてるけど、俺が全部更新で回数増やしてるだけだから。そうよ、そう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 、自分でね、うん、そう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 、だからステマです、ね、うん、誰も見てない、聞いてないから言うけど、うん、俺の名前を売ろうと思った。いろんな、あ、そうだね、さ、いろんなライブハウスに貼ってもらって、うん、なんだい知らんけど社協オーケストラって見るなってな、うん、まあだからあれよ、政治ポスターと一緒の雰囲気だよな、意味合いとして。そこが一番フォントも大きいしね。そうそうそう、普通はタイトルの方じゃん。そうそうそう。こんな尖っつっぱったポスターないよな。そうね、かっこいいわ。そうだから、でも、うん、だからこの単独ライブやるっていうのは一個チャンスというか、そのやれる機会、ポスター作れる機会だったから、はいはい、はい、それで考えた時に、俺は恥ずかしいけどな、本当言うと名前をどこ行っても見るようにしようかなと。だから俺結構、はいはい、今回、うん、結構ポスター作ったのよ。ほうほうほう。だからまあこれ福岡の人でもいいんですけど、うん、なんかうちのライブハウス貼っていいよとか、あ、はいはい、はい、もっと言うとうちのお店貼っていいよとか、うんうんうん、うん、そういうの言ったら、あれ僕送りますんで。いうところにね、送るし、もしその時にその場所近くにいるんだったら、僕車で行きますんでね、持って。はいはいはい。ぜひメールか、なんかツイッターかなんかで送っていただければと思いますんで。うんうん、行きますということで。うん。なんか、それがいいなと思って、なんか、あるよね、街歩いてても、なんかこの落書き多いなみたいなとかさ、この、なんかステッカーよく貼ってあるなとか。まあ、そのノリに近いんだけど。はいはいはい。で、まあ、鮭オーケストラっていう名前自体は結構、うん、こびりつくのはつくと思うんだよね。はいはい、はい。吉田博士よりは。うんうん。うんうん。そうだね。まあ、腰ももひ、こびりつくよ。こびりつくけど。そうそうそう。だからね、これいいなと思ってね、これをちょっとどんどんやっていこうっていう。うん、うん。はいはいはい。ほんで。あと、かっこいいしね。かっこいいよね。かっこいいしね。あれいいよな。いや、かっこいいよ。やられたと思ったの。お前はいつもやられるな。そうか、その手があったからやられたなと思ったよ。で、今回のその10月1日のチケットも作ったんだけど。はいはい。チケットはポスターをちっちゃくしたステッカーをみんなにあげるってことに決めたんだよ。あ、はい。だから、はいはい、あんまりそれをやってる人はいないんだけど、うん、俺チケットをステッカーであげようと思ってね。んポスター型のあれのだから何分の1とか、はいはいはい、だから、うんうん、終わった後貼ってもらってもいいし、うんうんうん、もっと言うと貼ったものを持ってきてもらってもいいしね。本番に、はいはいはい、そうそう、有意義ですね。そう、面白いでしょ、使えるチケットみたいなね。そう、実際前回からやったんだよ、ミケちゃんとのツーマンで、でポスターもいいじゃん、うんうんうん、うん、加えてるね。そうそう、あれのステッカー型でみんなに縛って。あ、そうなんですね、うん、いいよ。俺ポスターやるよな。いや、マジで。いいポスター作るね。うん、作るよね、うん。バンパーキャッチバンケットもいいもんな、女子、うん、そうね、女子高生と、パンキャッチングが釣りしてんのとか、意味わかんない。そうそうそう。うん、いいと思う。そうよ。そうなんだよ。うん、で、今回、満を持してこれ私作りましてね。うん、はいはいはい。これ、今俺お前に送ってやるけど。これはもしかしたらこれはめちゃめちゃいいんじゃないかっていうね。あ、お前見れないのか。いや、今見れますよ。うん。来ました来ました。かわいい。かわいい。ああ、完成度が高いですね。アクリルキーホルダー作っちゃった。これは、これ、下の、アクリルスタンドにもなるし、キーホルダーにも両方なるやつなの。外して、そのスタンド外してキーホルダーにしてもいいし、はいはいはい、立ててもいいしって。何作ってんだよって。
そうそうそう。もうそれが言いたい。で、これさ、これ600円ってまあまあ攻めた値段に見えるだろうけど、うん、原価が鬼ほど高いからあんまり得してない。もう作んないと思うよ、だから俺。だから、15個ぐらいしか作ってないから、うん、はいはいはい。もうすでにもう5、6個売れてるしね。あ、そうなのね。これはちょっとプレミアつけますよ、うん、皆さん。場合によってハケがいいんだったら、50個作ったれってやるかもしれないけど。なんせ原価高いから。初期投資がきついのよ、今の俺には。リアルなところだね。そう。ああ、これでもいいですね。これかわいいよな。いいですね。だこれを持ってね、みんな、いろんな、観光地行って一緒に撮ってもらえればね。いいじゃないですか。ハッシュタグつけて。つけてね。やってもらえれば。うん、地味に、地味に缶バッジも作ってるしな。そうだね、缶バッジはね、うんうん。そうよ。そうそう、いろんなところでね、うん、これが写真に載ってきて。まあまだ、まあ、来週再来週に東名阪またツアーを、うん、ミケちゃんとアイナカンナさんってね。あ、はいはい、そうですね。みんな行くので。うんうんうん。意外と潰れ、2件ダメになっちゃったぐらいかな、俺は。あ、そんなもんなの？そうそうそう、なんとかみんなやってもらえて。ああ、よかったじゃないですか、うん。早くはなったけどね。うんうんうん。まあいいと思います。終わり時間ね。そうそうそう。まあいいと思いますよ、本当に。まあね、できないよりできた方がいいからね。本当だよ。そうだ、大変だよ。なんかあった？いや、それありすぎるよ。なんでちょっと切れてんだよ。お前いかんしょよ、お前。いつもだってないねーって言うしのに、ここ水を得た魚のごとく。もう待ってました。じゃないの、うん、何あったの？もう、今、ほら、撮ってるじゃないですか。うん。もう、事件の狭間に撮ってるんですよ、今。あ、いいね。それ言えるやつなの？言えないよ。いやいや、全然使えねえじゃん、じゃあ。そう。まあまあ、ありながら撮ってますよっていう、ね。それ何系？その、男女関係？いやいやいや、もう、なんか事件ですよ。いや、俺そんな人とラジオやりたくないよね。俺、聞いてた？単独ライブも控えるし、この後ツアーもやるし、ポスターいっぱい貼って名前売っていこうっていう中で、アシスタントがややこしいやつやよ、俺。本当に。ね、本当に迷惑よ。いや、めちゃめちゃ迷惑だよ。事件が、この後事件なんすよって、こんなラジオアハハつって撮ってる場合じゃねえだろうな、もう。いや、もうやめてよ。アシスタントやめてよ、まあまあ、もう。まあ、いいじゃないですか。いや、いいじゃないですか、じゃねえわ。あ、そうなんだ、ね。まあ、そのうちね、情報公開できたらな、情報公開をね。ああ。まあ、それはまた後で裏で聞くわ、じゃあ。そうだね。うんうん。そうよ。なんか、やっぱさ、今日俺うん、まあ、これを言ったらさ、バレるとは思うんだけど、はい。日時がね。俺今、ダウンタウンデラックスを見てたわけだよ。ああ、はいはいはい。うん。したらね、名前。なんか最近やっぱいろいろ企画でね、うん、今回もう、一個のワンテーマだけでやつ、占い、隠す、生命判断とかでやつある。ああ、はい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 。お前とか生命判断とか気にしないだろ。する、愚問だったわ。どう？その前提として、うん。どう？気にする？まあ、あんまり気にしない。そうだよね。あんまりとか全く気にしない、うん。その中で、なんか画数だっつってね。はいはいはい。総画っつって、なんか全部の画数で判断するっていうので。そうだね。うん。で、鮭オーケストラの総画は30画だと、うん。はいはいはい。あ、で、俺一応それさ、それちょっと見てたら一応数えるじゃん。え、俺何画か。うん、そうだね。うんうん。あ、30か、つって。で、その後に、なんかこのみんな、視聴者向けに、何画が評価なんぼとかが出てきてたの。ああ、はいはい。まずは10から19とかね。うんうん。で、20から29、つって。あ、次じゃあ30だな、つって見たら。うん。30から39、つって。30画の人、今日って出て。ダメじゃん。めちゃめちゃなんか機嫌悪くなるよね。
いや、こんなもんさ、信じる信じないじゃなくて機嫌悪くなるよな。まあね、うん、もうほら、よくあるさ、うん、鮭オーケストラの後にあの丸つけたらいいんじゃない。そう、そこで、うん、これを本当にマジな話よ。これもしかしたら俺本当にこのラジオがすごい一回あの一区切りになるかもしれないって思ったんだけど、はいはい、いや、こんなのもね、うん、それでやるのもどうかと思うけど、でもちょっと面白いからいいなってもあるんだけど、はいはい、30は今日なのよ。うん。で、今日で対人運が今日なの。だからこの先いい人と会えないんだよ。はいはい、やっぱり、あれだよな、アシスタントがそんなこと言ってる時点で今日だよな。まずな、事件がとか言ってる時点でね。まさにいい。うん。そうだよ。で、そうだよ。そうだよ。何その言い方。言われてる。で、何がこれが、あれかって言ったら、30が今日で、31、32、33は全部大大吉なのよ。おー、ほうほうほう。ね？うん。31はまあ恋愛運が特にかな。はい、で、32が対人運。うん、で、33が仕事運。まあ、どれでもいいわな。こんなもんは。大大吉なの。じゃあ、大凶、凶、大吉、うん、大大吉ってあって、大大吉が3つあんだよ、こんなもん。はいはいはい。こうなってくると、うん、まず俺、あれだもんね。まず俺、あの、ツイッターの名前、まず、鮭オーケストラ、びっくりマークにすぐ変えたもんね。ちょっと。すぐ変えたよ、俺。32にしてる。まずすぐ変えた。とりあえずはって、あの、応急処置だと思って。何でもいい。1、2、3のどれかなら何でもいいと思ったから。まず変えたよ、ね、すぐ。32にしたんだ、じゃあ。そうそう。いや、別にいいね。この際、1でも2でも3でもよかったんだけど。そう。なんだけど、な。変わってる。本当に変えてるだろ、俺。変わってる。めちゃめちゃ面白いじゃん。すぐ帰ってんの。ダウンタウンデラックスが終わったらすぐ帰ってんの。早い。早い。はあ、なんだけど、うん、まあ、ぶっちゃけこの、いや、これ本当に俺それでもいいかなと思ってるのよ。俺別に、こう、鮭オーケストラっていうこの字面がめちゃめちゃ気に入ってるとか、いや、嫌でも好きでもないんだよ。どっちでもいいんだよ、俺。はいはいはい。うん、ってなったら、まあ、ありはありだなと思ってんだよ。まあね。ただ、なんかその、うん、モーニング娘。丸的な恥ずかしさはちょっときついじゃん。はいはいはい。ね、うん、なんか、はいはい、うん。ベッキー音符マークみたいなの、ちょっと恥ずかしいじゃん。そういう。はいはい、はい。ベッキーが音楽やるときは音符つけるんですよ、みたいなのがあるわけ。うんうんうん。それ恥ずかしいじゃん。うんうん。ってなってくると何つけたらいいと思う。いや、俺は別にびっくりマークぐらいはまあ、ありはありだと思ってんのよ。なんかバカじゃん。はいはい。めちゃめちゃバカじゃない？はいはいはい。この字面、もし俺がこのからこの屋号で行くとしたらめちゃめちゃバカじゃない？そうだね。知らねえよ、その、言い方がみんな変わってくるよな、これから。読み方が。うん、語尾強めに行くよね。はてなでもいいけどな。いや、俺だよ。はてな。いや、聞かれてもね。ますますわかんないよね。それありだな。でも面白いな、ハテナな。そうだね。たださ、テストが？ただいいんだけど、うん、それ、こことかさ、そういうなんか名前だけで、キャッキャ言うのはいいんだけど、うん、こんなもん平場とかさ、そのライブハウス、これから日本で回るときに、それでさ、行ったらさ、絶対嫌ないじり方されるじゃん。ね、あんま、それはもう間違いないよ。はいね。なんでハテナなんですか？聞かれる。嫌ないじり方って、ここで嫌ないじり方っていうのは、あの、うん、寒い変なこと言ってくるやつな。はいはいはい。そのセンスのないいじり方をしてくるわけじゃんね。寒いいじり方をするっていう。そうそう、うん、間違いないよ。そうでしょ？それ危ないよな、うん。うん、そうだね。だったらやっぱり、まあ。ドットとかぐらいがいいんだよ、本当は。多分な。そうだね。あんまりこう、主張しないような。うん、いや、びっくりマークいいね。びっくりマークいいよな。いい、うん。うん。でもこうなってくるとさ、もう大量に作ったポスターを一個ずつ書いてくる。確かに。大量にびっくりマーク書いていかなきゃいけないんだけど。そうだね。この
この作業何なの、びっくりマークつける作業って何これって。だからあのファンからしたら、おーついてるついてるってなるけどね、うん、つき始めてから仕事うまくいってますよねとか言われても5月13日どうだろうな、どうだろうな。だからドットとかなら一番いいのはいいのよ、点ぐらい、うん、まあね、うん、点なら別になんか藤岡弘だと思うじゃんみんな分かんないけど藤岡弘も点つけたからね、点つけてるのね、そうそうそう、はいはいはい、でもドットぐらいなら別になんか、うん、ややこしいこと言われる、いろいろ考えたのよ、やっぱほらベタにしゃ鮭のあ後に、うんうん、ね、なんかそのまあほら角田博が一番ベタ有名じゃん、星がついてたよね星ね、そう星ね、まあ星はないとしても、ええ、ね、鮭なんか点とかと思ったけど、いまいち、うん、今までもう鮭オーケストラって言ってきてるから、逆にその真ん中に変なのつくと逆に字面悪いんだよね、変に違和感。まあそうか。そうなのよ。あとね、うん、そのびっくりマークいいかなと思ってた、マジな話ね、うん。思ってたんだけど、さっきそのほら、生きているならそれでいいのポスターを今見てるんだけども、うん、絶対合わないよね。ここにじゃあ、びっくりマーク入るってなると難しいもんね。だし、せっかくそんな尖ったのつけてんのに、生きてるだけでそれでいい。シャケオクスラって言われても。違うもんね。違うよな。ちょっと違うよな。違うよ。どうしよう。やっぱ点ぐらいか。点ぐらいしとこうか。点ぐらいですね。そうだね。うん、そうなんだよな。だからこれもほら、モーニング娘。2021み、モーニング娘。21みたいなさ、20とか、はいはい、年号で変わってくじゃん。はいはい、はい。みたいに、俺も毎年変えてきゃいいのかな。じゃあ、ケツを。ケツをですか。どんどんびっくりマーク増やしていこうか。ドラゴンボールみたいに。どうしよう。そうだね、EX とかね。うん。点ぐらいにしときゃいいのか。まあ、それはやりやすいよね。ちょっとこれ、じゃあ、ちなみに。これ今、まあツイッタービックリマークになってるだろこれ。うんうんうん。これちょっと更新してみてじゃあ。はいはいはい。こんなのだって超、何にもみんな何とも思わないぐらいの変更じゃないこれ。これでいくと。まあ思わないよ。どうかしたら気づかない。そうでしょ。シャケオーケストラドット。うん。点ね。これでお前俺の恋愛運がうなぎ登りにそんなバカな話あるかよ。女子高生かよ。大吉なんだかこれで。こんなもんでよ。いや、逆に言ったらこんなもんでそれになるんならやるよ、別に。なるならやるよ。本当だよな。別にな。うん、やるよ。あ、でも点ぐらいだったらさ、うん、本当に、ペッてつけるエビだけだもんね。そうだね。面白みこそないけど。面白みはゼロだよ。面白みこそないけどな。そこが欲しいのに。うん。いや、だけどなんか、名前でふざけるのでちょっと危ないよな。まあ、そうだね。このノリでほら、びっくりマークがいいとかさ、例えばなんかね、ハテナがおもろいとか やるのはいいけどさ、これまあまあ、屋号ってね、ややこしいぞ、それで遊ぶと。そうだよね。ああ、うん。だから、点ぐらいにしとこうかな。点ぐらいだったら全然、まあ問題がないよね。か、あれは？カンマ、点はダメって。あのちょろっと尻尾がついたようなやつ、あ、そっちじゃない方の本当の点々、あ、もういいんじゃない、そう、その点々点になるとダメだよ。あの広しで素敵なことになるってことでしょ。そうよ。点々点はダメよ、なんか意味持っちゃうから、うん、これどう、今変えたけど、今変えたのだけど、こんなことし始めたらこれは意味わかんなくなってくるもんな。ちょっと待ってね。ツイッターですか、書いたのは。うん、ですね。これだから、まあ要は、縦に点々ってやつな。ああ、はい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 。こうなってくると、ちょっとやっぱ、なんでつけてんだろうになるもんね。そうね。あの、ちょっと引っかかるわね。だからこいつなんか変な、うるせえ世界観あるなりになるもんな。うるさい世界観は怖いじゃん。避けたいじゃん。怖い。避けたい。避けたいよね。うるさい世界観だけは避けたい。これは避けたいね。
ただこれをつけることによって俺の対人運がすごいのよ。世界観がすごいから。なんせ。これだけでね。これでよ。たったこれだけでね。そうよ。たったこれだけ。じゃあ逆にこれはどうだろう。いいでしょう。ちょっと、更新されるのを待ちますよ。これちょっと待ってね。世界をゲスト後にこれをつけるの。あ、ちょっとまだ更新されてないな、うん、こんなもん、あの、聞いてる人は何のことか分かんないだろうけどな。そうだね、当日はまた。そう、最終的に決定はするから今日。俺もこれ、でもこれね、うん、1、2、三角か。そう、これだから説明して、うん、これこれそうなの、LINE って言っていいのかな、社長テストの LINE の社系の E はこれだもんね。あ、そうです。まあ、要は、あの、小文字の E がありますね。そうそう。小文字の E の上に、点々が2個横並びでついてる。うん、そうそうそう。で、この E が俺好きなのよ。これ理由は簡単で、カッパみたいだからなんだけど。カッパみたいで可愛いなと思って。これカッパを模してたのね。そう、俺はね。あ、そうだ、ね。だけど、まあ、これなんか、多分ギリシャかなんかの E なん、どっかの E なんだよね、確か。これね、ずっと私疑問だったのよ。うん、なんでこの意味なのかなっていうのと。カッパみたいだから。あと、ほら、LINE で、うん、鮭オーケストラに LINE を送りたいなと思うときに。あ、検索な。英語で、そう、検索しても出てこないのよ。あ、まあ、でも、今はもう普通の漢字とカタカナのいつものやつ変えたけど。なってるのね、うん。はいはいはい。だこれ、フランス語とかオランダ語とかで使う意味らしいけどね。の意味ね。はいはいはい。うん、これはでも、これでも運勢が、これをやることによって仕事運がすごいのよ。じゃあこれでいいじゃん。本当は、だよ、そうよ。仕事運が一番いいに決まってんだから。こっちは仕事してるから。生活運。だから、ドットだと恋愛。ね。びっくりマークもしくは、縦点々だと対人運ね。対人、うん。で、この、カッパみたいな E をつけると仕事運なのよ。仕事で、ね、どれでいくかね。ほんとよ。ただこれもちょっと世界観出るぞ。この E をケツにつける、なんか、あ、こいつなんか意味あるんだなってなるよ、これは。そうだね、うん、これが一番世界観出るけど、ね、出るよな。なんか俺、なんか痛いよな。痛いよな、うん、いいじゃん。でも仕事が欲しいです。あ、この最後のは読まないでいいんですよとかいううるせえやつじゃん。はい、酒を OK。なんて読むんですか。あ、これはあえて読ませないんですねとかうるせえじゃん。めちゃめちゃうるせえじゃん。どうしよう。本当よ、うん。いや、楽しみですね。どれになるんだろうな。いや、そうなんだよな。でも、こうなったらやったほうがよくない？どれか。いや、やってほしい。やったほうがいいよな。うん、やってほしい。そうだよな。せっかくならな。うん、うん、せっかくならね。わかりました。はい。じゃあ、まあ、多分、うん、多分、まあ、これ明日からもうなってると思うんだけど、明日というかこの後からもうなってると思うんだけど、はいはい、うんうん、このラジオはその2日後、3日後だから、なんで急に変なのついてんだろうって、みんなは思うでしょうけど。みんな思ってるからね。そう、それはまあ、ラジオ聞いてもらえればと。そうですね、うん。はい。じゃあ、今日の一曲を。今日の一曲、うん。半日仮想。はい。そうだな。うん、もし、うん、でしょ、点々をつけなかったのであれば。そうそうそう、そういうことですよ。ここまで走れてなかったろっていうね。なかったろ。そうそうそう。はい。そうですね、はい。じゃあ、単独とかやるんでよかったら見に来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、またどっかで会いましょう。鮭オーケストラと。星野さんでした。はい、さよなら。すぐに答えが出るのなら、なんて気が楽なことだろう。すべて従うことだろう。すべて委ねることだろう。痛みを感じない体なら今より苦しまずいられたんだろう。感情を殺せたとしたら今よりうまく生きられてたんだろう。滅ぼして許される罪ならば死ぬまで償い続けていただろう。止まれと言われて止まれるなら死ぬまで安楽していられただろう。あんたがもし折れたとなら
だったろう。あの時も残っていればここまで飢えていなかったろう。あの時靴を履いていればここまで汚れてなかったろう。あの時道を聞いていればここまで迷ってなかったろう。なかったろう、なかったろう。あの が出るのならなんて気が狂うことだろう。すべて抗うことだろう。すべて逆らうことだろう。痛みを感じない体ならとっくに腐りきって朽ちてたことだろう。感情を殺せたとしたらとっくに自殺して朽ちてたことだろう。滅ぼしで許される罪ならばこちとら初めから悔やんじゃねえんだよ。止まれと言われて止まれるならこちとら初めから動いちゃねえんだよ。傘を買っていればここまで優しくなかったろう。あの時も残って